言わんや。夢中において明らかに物音を知覚して覚醒したるにもかかわらず、その後の冷静なる検査によりて何事もなかりしを知る場合、極めて大きにおいておや。これによってこれを見れば、つっかえ棒の落ちたる音と呉一郎の覚醒との間に必然の因果関係を認めるは、正確なる推移の進行上すかぶる危険なる所業にして、むしろ右二つの現象を全然無関係のものとして、この事件を観察する方自然に近きものというをえべし。言わんや、さらにこれを呉一郎の覚醒後の異常なる気持ちと直接に結びつけて、外より何者かが入りきたりて麻酔剤を施しつつ、この強行を演じたりと即断するがごときは、非常なる冒険かつ不合理と評するも、あえて過言にあらざるべし。